し始めた。はい、っていうわけでね、東横の人たちにインタビューしてみた。無事終わりました。はい、というわけでね、なんて言うんだろう、でも実際になんて言うんですかね、東横の人たちにインタビューしてみて、なんか SNS の情報だけをなんか鵜呑みにするのも良くないのかなってちょっと思いました。これは本当にガチでね、なんで、まあ、ちょっと、まあ、今回ねちょっとこの動画をちょっと出してちょっとみんな見てみてね、まあ、改めて東横についてねどう思うのかね、ちょっと改めてねちょっといろいろ多分みんな思うところあると思うので、まあ、ちょっとじゃあ難しいですけど、いい感じでカットして、まあ、今回ねちょっとこの動画、まあ、を見てみてね、まあ、人それぞれいろいろ思ったことはあると思うんですけど、まあ、SNS だけじゃなくて実際にインタビューしてみると分かることもあるよっていうことを伝えたい、これを伝えたい、うん、ってわけでね、ジーコの、潜入調査でした。じゃあまた次の今回脚本を担当してくださりました。あ、じゃあそっちへ回して、うん、はい、カツメシですけど、まず一つ目が、僕がいない間にですね、ちょっと東横の皆さんにちょっととんでもないことを言ってしまったみたいなので、まずこれをお詫びさせていただきます。彼はあんまりちょっとツイッターとか見てないのでちょっと分かんない部分が多くて、そのことを聞いたら、絶対分かるでしょみたいなことはちょっと分かってなかったみたいなので本当申し訳ないんですけど、これからも東京潜入調査ということで秋葉原、池袋、新宿とかいろんな街をですね探検していただけたらと思うんですけどね。まあでも自分たちの方針としましてはやっぱり法に従えということでですね、マナー守っていけたらなと思うので、今回ちょっと注意されてしまったとのことなので謝罪させていただきます。はい、あれでちょっと普段ですね、前回僕は参政党の動画とか出してて、で結構普段宗教団体とか政治団体の人たち優しいからあんまり言いたい放題言ってたんですけど、やっぱりその皆さんですね、優しい中にもやはりその注意してくださるじゃないですか。だからそれ注意ってのは結構ありがたいものだと思ってて、その参政党とかが何も言ってこないから好き放題言ってたのはちょっと本当で今回反省しましたね。やはり注意してくださる方の方が優しいと思うので、やはり僕たちもですね気をつけていただけたらと思うんでね、次もですね、まあ、ちょっと歩いてたらぜひ声かけてほしいんですけど、どうでした今日新宿は。いや新宿、いやでもね楽しかった今日は本当に。本当、うん、ならいいんですけど、でもちょっと下調べしてから行った方がいいと思う。俺も勝手にシステップ考察チャンネルも全部分かってた情報だからこれさっきのは、うんうんうん、だから、うん、ちょっと下調べ、俺はちょっとリサーチしてから来てるから。ああ、うん、そうですね、うん、というわけでです、はい、というわけでですね、かつめしさんの YouTube ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。出しとくんで、はい、はい、ありがとうございます。あれ普段どういったチャンネルを出してるんですか。宗教団体を褒める動画とか、あとは社会とか文学とかについて出して、でたまにポケモンしてます。はいはいはい、というわけでね、もし興味がある方がいましたら勝美さんの YouTube をねチェックしてみてください。はい、東横の皆さんに僕のチャンネルをなんか僕がいない間なんか宣伝していただいてるみたいなんですけどね、東横の皆さんね、よろしくお願いします。はい、はい、というわけでね、本日初コラボ勝美さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ごめんね、キー君の方がイケメンで本当。はい、さよなら、バイバイ、バイ。